ストラスブールはフランス海軍の戦艦。フランス公式の分類は戦列艦、ダンケルク級戦艦の2番艦。艦名はストラスブールにちなむ。巡洋戦艦とみなされることもある。姉妹艦はダンケルク。ドイツのバイマル共和制において、バイマル共和国軍がベルサイユ条約の枠内で建造した。 ドイッチュラント急走交換は1万トン級の軍艦でありながら28センチ三連装砲塔2機と速力26ノットを発揮して列強各国に衝撃を与えた。対抗策を兼ねてフランス海軍はダンケルク急戦艦を建造した。ダンケルク急戦艦の設計は非常に革新的であり13インチ四連装砲塔2機を前方に間隔を空けて配置、加えて 複方を対艦、対空の療養に使える療養法を装備した。集中防御方式を採用した上で、列強新世代戦艦に匹敵する走行圧を有し、30ノット以上を発揮可能な高速戦艦として竣工した。なお本艦と姉妹艦ランケルクとの区別点は、2段となった操舵環境と大型になった煙突のファンネルキャップ等である。 外見で区別はつかないが、防御力を対15インチ砲防御に強化しているのが特徴である。前方から見たストラスブールストラスブールは1934年11月25日にロワール造船所で寄港、1936年12月12日に浸水し、1938年12月に収益した。第二次世界大戦勃発直前、 ダンケルクとストラスブールを中核とする大西洋艦隊はイギリス各地を訪問しイギリス海軍と交流を深めた。1939年9月1日に第二次世界大戦が始まるとドイツ海軍はポケット戦艦2隻や仮想巡洋艦などの通称破壊艦を大西洋に展開させた。ストラスブールは重巡洋艦アルジェリーや デュプレクスイギリスの空母ハーミーズなどとともに X 部隊を編成しダカールを拠点としてドイツの通商破壊艦測策に従事した。同年1939年10月25日 X 部隊はドイツ船サンタフェを打破した。ストラスブールは11月21日にダカールを離れフランスに戻った。1940年4月めストラスブールは 姉妹艦ダンケルクなどと共に、北アフリカのメルセルケビールへ移った。ノルウェーの戦いに参加するため同月中に一旦北アフリカから離れたが、4月末までにはメルセルケビールに戻った。6月10日、ムッソリーニ首相が指導するイタリア王国が、数軸側に立って連合国に戦線を布告し、地中海戦域は緊迫化した。6月22日に、 独仏休戦協定が24日にフランスとイタリア間でビラインチーサ休戦協定が結ばれてフランスは事実上降伏した。さらに BC 政権が成立するとイギリスはこれらのフランス艦艇がナチスドイツに接収されるのではないかと懸念した。7月3日イギリス軍はフランス艦隊を無力化するためカタパルト作戦を発動し ジブラルタルを拠点に行動する H 部隊がメルセルケビール沖合に集結した。メルセルケビールには新型戦艦2隻、プロバンス級戦艦2隻、水上規模艦コマンダンテストなどが停泊していた。H 部隊はフランス艦隊に降伏もしくは自陣を促すとともに空母アークロイヤルのソードフィッシュが嫌いを投下、有刻になって郊外から艦砲射撃を開始する。 フット等の砲撃によりダンケルクは中破し、浅瀬に座礁した。戦艦プロバンスも被弾して着底し、戦艦ブルターには沈没した。ストラスブールと護衛の駆逐艦は、イギリス海軍の追撃を振り切って、メルセルケビールからの脱出に成功し、トゥーロンにたどり着いた。修理後は、ビシー政権下のビシーフランス海軍の機関となる。1941年に新開発された。 サディ式対空レーダーを環境上の4本のヤードに装備した。なお、このレーダーは北アフリカのリシュリュー級戦艦にも装備された。1942年11月8日、連合国軍は統治作戦によりモロッコとアルジェリアに上陸した。この動きに対しドイツはアントン作戦を発動してフランス全土の占領を試みる。トゥーロンでもドイツ軍が フランス艦隊接収を試みたため、11月27日にフランス艦隊は自陳する。ダンケルク92隻や水上規模艦コマンダンテストなどもこの日に自陳した。1943年7月17日にイタリアがストラスブールを扶養したが、損傷がひどかったためそれ以上の作業は行われたかった。イタリア降伏後はドイツの手に渡ったが、 1944年8月18日にアメリカ軍の爆撃機によって撃沈された。トゥーロンの解放後、10月1日に再び付要され、海中爆破実験のテストベッドとして使用される。1955年3月22日に Q45 と改名され、同年5月27日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。